8月中旬から護衛艦加賀が南シナ海への派遣されることが決定している。今回加賀の動きと数年前黒潮潜水艦が登場したことを詳しく見ていきます。なだか今回の加賀派遣でも潜水艦に関する発表がありそうな気がするな。もしかしてあの潜水艦では。2021年5月に母国イギリスを出航し、大西洋から地中海、スエズ運河を越えてインド洋に進出したと報じられていたクイーン・エリザベスらの空母打撃群だが、少し不安な情報が伝えられた。それは、クイーン・エリザベスの乗組員に、新型コロナウイルスの感染者が発生したというもので、およそ100人の乗組員が、同ウイルスのクラスター感染に見舞われているとの報道である。イギリスメディアも、クイーン・エリザベスのみで100人とする報道と、追犯している他の艦艇も合わせて100人だとする報道とがあるなど、情報が錯綜しており、実際の状況は不明瞭と言える。しかし、イギリスのウォレス国防大臣は、クイーン・エリザベスらの空母打撃群の乗組員全員が、事前に2度のワクチン接種を済ませていることから、極東派遣計画自体に変更はないと表明した。必ずしも、ワクチン接種をしていることで感染拡大が抑止できるとは、医学的な見地からは断言できないようだが、新型コロナウイルスの世界的流行から1年半以上を経て対応も変化してきているように思える。クイーン・エリザベスらの空母打撃群は、現在航行中のインド洋にて、インド海、空軍との合同軍事演習を行う予定だったが、こちらも、今のところ変更なく実施されるとみられる。その後、極東方面に進むクイーン・エリザベスらの空母打撃群は、アジア・太平洋地域においては、日本の自衛隊との合同軍事演習も行うと考えられ、南シナ海での実施が有力視されている。これは、南シナ海に九段線と呼ぶ線引きをして、その内側である、海域を自国領だと一方的に主張している中国に向け強力なメッセージを発するために日本でも期待されている行動と言えるだろう。こうした中国の南シナ海領有を認めていないアメリカは定期的にその海域に艦艇を派遣し航行させる行動を航海の自由作戦と称しているが、クイーン・エリザベスらも同様の行動を行うとみられている。アメリカ海軍の大型原子力航空母艦の空母打撃群以外が南シナ海に進出し軍事演習を敢行することは中国に対する西側諸国の姿勢を示すものだとして注目を集めている状況といえる。今から3年ほど前の2018年9月、海上自衛隊は南シナ海に加賀、稲妻、鈴付きの3隻の護衛艦及び1隻の潜水艦、黒潮と艦載の航空機5機を投入してアメリカ軍等と軍事演習を行ったことがある。この時の黒潮は広島県の呉基地から出航し、ベトナム海軍との親善交流を行う途上で、この南シナ海でのアメリカ海軍及びフィリピン海軍との合同軍事演習に参加した状態だった。一方の加賀、稲妻、鈴付きの3隻の護衛艦は、これ先行して、周辺国との合同軍事演習を行っており、後に黒潮が合流する形で行われた他国との合同軍事演習となった。この時の黒潮の南シナ海入りが大きく取り上げられたのは、日本の潜水艦が同海域で軍事演習を行ったと日本政府が公表したことが初であったことに加え、実は15年以上前から実施済みとされたためだった。
通常、いかなる国であっても、潜水艦の行動については公表しないことが原則で、それは、潜水艦という兵器は、その存在を秘匿することこそが、最大の目的であるにもかかわらず、あえてこれを破ったものと言えた。この時、アメリカ海軍やフィリピン海軍と、黒潮らの海上自衛隊が行った合同軍事演習の内容は、対潜哨戒戦闘を想定したものであり、日本の潜水艦が南シナ海に侵入できると誇示したものと解釈された。これまでも、たびたび、日本の接続水域や領海に先行したまま侵入してきた中国海軍の潜水艦は、日本側から探知され追尾されて、その場を立ち去るなど、その動きを完全に把握されているように報じられてきた。一説には、日本側は、中国が配備している潜水艦ごとの音声、いわゆる音網をすべて把握しており、出航時から、その行動を探知していると言われるほど、対潜哨戒網に関しては、完全に優位にあるとも言われている。これに加えて、中国が支配下に置かんとする南シナ海でも、日本政府の発表が事実なら、2003年頃から、同海域に、頻繁に潜水艦を侵入させていたことを意味し、今から見れば、旧式な艦艇でも、これを行えていたことになる。中国は、南シナ海に浮かぶ自国領の島、海南島に大規模な軍事基地を設けており、別名、中国のハワイとも称されるリゾート地としても、有名な道東から、南シナ海に戦略型原子力潜水艦を展開する拠点としている。潜水艦発射型の大陸間弾道弾、SLBM を搭載した、これらの中国海軍の戦略型原子力潜水艦は、浸水の浅い、黄海や東シナ海に潜むことは困難なため、中国が南シナ海を領有したいと考える。大きな理由の一つだと言える。アメリカは、自国の本土まで、攻撃可能なこれら中国の戦略型原子力潜水艦が、南シナ海に展開することを最も危惧しており、先の日本やフィリピンとの合同軍事演習も、それを抑止すべく実施されたものだろう。